ワンボールツーストライク。インサイド速い球、ショートエチェバリア、この体勢から一塁へ。素晴らしいプレー、また見せてくれましたエチェバリア。ビッグボスからリクエストです。いや、このプレーは黒木さん、日本人ではなかなかできないんじゃないですか。多分できないでしょうね。結局その脚力も必要ですし、肩の強さも必要ですよね、はい、あとあの体勢球審の西本さん、アウト、まあ、当初の判定通りアウトです。ツーアウト。